えー、今朝は評論家、宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、えー。まずは為替の値動きをお伝えしておきましょう。円相場ですが、1ドル136円20銭付近で、えー、取引されております。まあ、先週、あるいは一頃と比べるとね、えー、円安水準になってきているという感じであります。えー、では、経済についてのニュース、こちらのニュースです。 日銀、上田和夫総裁、就任後初めての金融政策決定会合。 日本銀行の上田新総裁は先月28日、就任後初めてとなる金融政策決定会合に臨みました。会合では短期金利をマイナス0.1%、長期金利を0%程度に抑える大規模な金融緩和策の維持を決定。また、1990年代以降の金融緩和策について、1年から1年半程度をかけて多角的にレビュー、評価することも決めました。 まあ先月と言いながら先週の木金でありましたが金融政策決定会合がまあ上田新体制のもと初めてという形で行われましたどうですか、この打ち出されたものっていうのは、うんまあ、私は妥当だというふうに、うん、まあイールドカーブコントロールもを継続するということに決まりましたし、はい、妥当であるというふうに考えます。うん、これね就任前後 にいいかけては、もうすぐにでも緩和が修正されるんだみたいな、ね、そ,うそうそう、少なくともイードカー,カーブコントロールだけは、はい、あの修正するだろうとかっていうような憶測が出てましたが、はい、あで夏までにはとにかくこう今の金融政策全体を、はいあのー、もっとこう和らげるんじゃないかと。 あの修正の状況にどんどん入っていくんじゃないかっていうふうに言われたんだけどいよいよ出口へとか言われました、ね。そうそういよいよ出口とかね、はい、残念でした皆さん残念でした私は、はい、大変ハッピーですけれどもうん、えー、まあ若干円安進んでますけどあずっともう言って,てきたように私は円安は日本にとって資産だというふうにう、えー、成長のための一つのエネルギーになるというふうに考えておりますので、はい、えー まあ、それも構わないと。えー、もう新聞とかや本とさ、えーはい、とにかくもう、うん、あの、円安が急進して、これからまた、円安時刻がやってくるみたいな話、ね、ていしてますけど、全く私はそういうことは考えません。はい、うん。まあ本当、その裏でね、輸出企業とか、まあ製造業とか、だけじゃなくって、結構いろんな企業が高決算を出してるってい、ね。そう。だから、 そういう高決算は何のおかげだと思うと。他の国がどんどん利上げしたり、緩和をやめたりして、そういう状況になってきているのに。引き締めしてますよね。引き締めしているのに。まあ、これのおかげでね、世界経済の GDP っていうのは、どんどん押し下げられていってるんだからね。そうですね。間違えないでください押し下げられていってるんですよ。金利を上げたり、引き締め策をやることによって。 日本は、そのあれに加わってないわけですよ、それはなぜかというと、比較的ではあるんだけれども、インフレ率が他国に比べれば、マイルドだからですよね。うーんうーんあのー 先週のね、この金曜日ですけれども、金融政策決定会合の裏で、裏でというか、同時並行ですが、あの、総務省から、23区、東京特部の4月の消費者物価指数、まあ、速報値が出てきて、これによると、政選を除く総合の数字3.5%上昇と、まあ、いわゆる、よくね、見出しに取り上げられるコア指数というやつが、まあ3.5%上昇であったというのが出てきましたそうでで、コアコアどうですか、はい はい、えー、と生鮮およびエネルギーを除く総合指数、俗にコアコアと言いますが、これが前の年の同じ月と比べて3.8%上昇と、まあ、今までコアよりもコアコアの方が上昇率が高いということですよね、うん、ここは前回からずっと引き続いてるんだけど、前々回からかな、引き続いてるんだけど、まあ要するに、いわゆるこうペントアップ需要と。ええ 反動需要とかとも言われますが、はい、コロナ期にずっと押さえつけられていた需要というのが、うん、消費というのが、はい、ここでこう徐々に戻ってきて、うん、これはね本当にいいシナリオなんですよ、うんはい、徐々に戻ってきてると徐々にとこれが一気に戻ると、はい、欧米みたいに急激なインフレになって10%とかになってしまうんだけどゆ、はい、っくり 低いいいいいとととと戻ってきててきうのははも私はいいと思います、ねうんまあ、その辺ね、あの、日銀の、その、金融政策決定会合の後に出された、経済物価情勢の展望の中でもお、ペントアップ需要の顕在化などに支えられて、まあ、日本経済緩やかに回復していくと見られると。まあ、まさに先ほどおっしゃった、海外経済は下押し要因として減速していくけれども、日本国内で湧き出すペントアップ需要って、 うものでちょっっと上がっていだからね,ねあのね実はね経済成長はもうちょっと急速に展開しなきゃいけないんだけれどもうん、うん、需要はもっと緩やかにもっとというか今程度に緩やかに戻っていくのが。はい 消費はね、<ー>特に。うんそうするとね、政府がやるべきことって大体なんだかわかるんだよね。はい、あこれは要するに消費を刺激するような財政政策ではなくて、はい、明らかにこう、うん、産業の成長を見据えた、はいあ、あれですよ、投資ですよ。あ賢いというか。そうそう、うん、ワイズス,スペンディングとも言ってもいいんだけれども、はい、あそういうこの、あるいはこう生産的、 政府資質、政府資質、えっと PGS と言われる、はい、PGS と言われるような日本がすっごく低い、うあのとい,うというというとデビッドアトキンソンさんが言ってたけど、はいえー、そういうものをやっていくと、うんあのこれも割と大規模に展開すべきだとうん私は思うんですけどね。うんまあこの財政を出すんだっていうのはこうねあのいろんなところで。 出てくるところですけど、むしろその中身の部分がこれから問われてる。そうそうでね、まあ一つのキーワードってまあいろいろ蓄電池とかさ、はい、半導体とかさあるんだけど、えー、とか AI とかあるんだけども、一つのキーワードは私はね、うんうん、えー。 人間労働の省力化。<ー>無人化。日本ほら、はい、今、基本的に、例えば建設業とかさ、はい、人手不足、輸送業とか人手不足でしょうがないでしょ。うん、それをですね、機械にやってもらうと。うその無人化、省力化っていうのを強力に推し進めるような、はいえー、産業と、産業分野というのを強力し、あの、支援していくと。うそういうことが私はとても重要であって、これはいずれ、 えー、輸出もできるような、はい、ライバルは中国ですうんそのお日本のね、産業構造、この先、確かに人手不足によってどんどんと技術革新がっていうのは、それこそ高度経済成長の時代だって、それがあったんだという指摘ありますよねそ,うそ,うそ,うそこで例えばね、えー、いわゆるプリファブ住宅、お<ー>プレハブ住宅というと、なんか、はい、なんかあれなんで、えーうん、プリファブ住宅と私は言うべきだと。 なるほど。<laughs> 言ってるんですけど、ええ、プリハワ住宅が、えーっと、ものすごく人手不足に対応できるというんで、うん、広がって、まああの、全住宅の2割くらいになったんですけど、そこで頭になって、もっともっと広げていけばいいと思うよ。確かに、これね、基幹部品の部分は工場で作ってとか、今はなんかある程度のオーダーメイド的なこともできるようにもなってるそう,そうそう、うそれをもっとオーダーメイド、工場で作ったも、作るものに、こう、あの、 の方法をさ、変えていってさ、え、オーダーメイドに近いものを作れるようになるっていうふうにやっていくというのが、はいあ。だから既存産業でもはや頭打ちかなっていうところも、もうイノベーションがまだまだ可能な部分というのはいっぱいあるかもしれないですね。そう。で、そういうところに限ってというか限ってじゃないけど、はい、そういうところは大体こう人手不足で悩んでんで、これを解消するためにはどうすればいいか。 という問題解決の部分と、どんどんこうあの AI 化、ロボット化をす、あるいは工場化を進めていくっていう、うん、そういう,こう無人現場無人化ですよね。うん、でその先ほど、それを輸出にもできるかもしれないとおっしゃいましたけど、これはどちらかというと、ノウハウの輸出の部分になりますか機械も両方ともできると思います、うん、あの要するに AI、それにの機関的な AI とかね、<ー>そういったものも。で あのほらさっきあのチャットなんとかっていう話をしたけれども大体こう単純労働、はい、単純生産労働があのまずはそういうものに加われていくだろうというふ置き換わるだろうと思ったら、うん、あの単純知的労働に <laughs> がものすごい勢いで続けてそれなぜかっていうと、はい、ロボットがいらないからその領域は。あ ああ、なるほど。だから、実際にこう。作らなくていいって作るからこれ、これはなかなかね、技術が必要なんですよ。日本は先進的だけれども、とても先進的だけど。で、こっちはさ、すぐできちゃうわけ。知的労働の、例えば文書作成とかって、確かにそうでしょうね。全部ネット上というかコンピューター上で解決しちゃうからそうそう。で、ちょっと前まで対話型 AI って言って、今生成 AI って言うんですけどこれはね、 どどんんん進んでいきますうん、まあいろいろ規制しようとかなんとかって言ってるけれど、はい、あのとにかく生産性が高いんで<ー>どんどん進んでいくしそのことによって生産,性は生産性は人の労働を使わずに伸びていくうんうんそうなっていきますよね。ねで<ら>そうするとさ<や>もうこれはさ使わざるを得なくなるわけうんこういったものは。はい ね、そうすると、ええ、あの一体、今のこう経済成長というか、経済体制を守るために、どのくらいの,しあの人口が必要なのかっていう、ずっと言ってるでしょ、うんうん、どのくらいの人口が必要なのかと、はい、今の経済体制を維持するためには。はい、だから、生産のための人口じゃないかもしれないわけですかそうですだから、ひょっとすると、将来的には、ええ、あの経済が需要、もしくは。 生産が消費が中心になっていって生産が消費を決定して経済成長に結びつくという考え方が大きくく変わっていく可能性があるあ今までは生産の部分がある意味の制約だったけれども制約でもあり鍵なんだよだって生産が伸びれば成長するっていうんだからそれが逆でこう消費をどうやって維持していくのかっていうのがだから経済の意味というのは生産にあるのではなく消費にあったと。 巨大なパラダイム転換が訪れようとしていると。うん うん私は考えますけどねあそこをどう維持していくかっていうところでじゃあみんなが今までだったらお金稼ぎをして何かを作ることによって金を稼いでっていう経済の回り方だったのがどっかからお金を渡すっていうふうにまあととはベーシックインカムなんかそういう考え方、うん、なわけど、まあ直接ベーシックインカムになるかどうかともかくとして、はい、そういう体制に変化していっているということをあの 私たちは自覚しないといけないし、日本はそういう意味では、うんはい、少子高齢化の日本はチャンスなんだということ むしろそうか人が減っていくっていうのが今までだとリスクに、ね、作れるものが少なくなっちゃうよみたいなことでいや、まま、言われて完,<全>完全なマイナス要因なんかだって、はいえー、潜在成長率だってねちゃんとに人間の労働っていうのがちゃんと入ってるからねあパラメーターの中にそういった指標っていうのがだ,、はい、だんだんね全部こう、あのー、過去のものになってしまう可能性がある。うん うんそうすると例えば機械化率とかさき、はい、機械代替率とかさ人間労働代替率とか,、えー、率とかさそういったものが鍵になっていくかもしれないしうんいやもう考え方そのものから全部変えていかないとそ<う>制作を小手先で変えるだけじゃないですねこれが私はリアルポストモダンだというふうに言って、うん、そういう本を将来書こうかなと思ってるんだけど。 その辺の話も6月25日にできるかもしれません <laughs> 皆さんぜひ東京国際ボラムにお越しくださいケインズは先ほしてたんだよ<ー>重要だと鍵は重要,重要だと言ってたのでうん生産ではなく重要だとそうそうあのあ<ー>成長の鍵はねうんおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです岸田総理大臣がアフリカを歴訪エジプトシシ大統領と会談 アフリカ4カ国を歴訪する岸田総理大臣は昨日、最初の訪問先のエジプトでシシ大統領と会談しました。会談ではウクライナ情勢で意見を交わし、法の支配に基づく国際秩序を守ることの重要性で一致。スーダン情勢についても緊密な連携を確認しました。 いよいよ今月19日から G7 広島サミットが行われるということでこれを前にエジプト、ガーナケニアモザンビークと4か国を歴すする予定となっておりま妥当な歴訪だというふうに思いますしちょうどねこうウクライナ戦争の足元でスーダンが内,乱内戦状態に陥ってしまっているのでそうですよね、えー、なんとかそれをこう。 でも秩序のもとに戻さなきゃいけないという。はい、そういうことなんだけど、まあ、これはね、なかなかでも、た。他国がね、はい、どうこう言える立場でもないし。うん、難しいんですけどね。まあ、国、スーダン国内はね、もう本当内戦状態と言ってもいいような形になっちゃう。ただね、アフリカはね、ずっと中国が影響力を。はい、持って まあ現状でも持っている国の前から言っているいわゆるこう第三世界っていうののサードワールドのリーダーだった時代が中国あってそれがずっと名残があって今でもこうそういう国々を束ねるのは中国というそういうこのポジションでいるんですけれどだからここから国連総会とかでさあの力を振るんだけれどまあで一方においてこう中国のねいわゆる債務の罠って いいうものに直面している、うん、この国もいるので、はい、要するに開発金融っていうのをどういうふうにこれから考えていくかというのは、うんうん、対中政策を考える上でもとても重要なポイントなので、はい、私はこの歴表というのは。 首脳外交とといいうのは非常に重要だと思いますけどね、うんうんまあね、ここのところはあ、第三世界という呼び名から、グローバルサウスなんていうふうに。グローバルサウス。まさにグローバルサウスは、かつての第三世界、うん、サードワールドと同じ意味ですよね。 で、やっぱその国々も、お経済が上がってきたりなんかすると、まあ今までとは違うアプローチをしなきゃならないとか、まさにその開発金融、どうやっていくかっていうのは、そうですよね。まあ、いわゆる借金の方に港取られるみたいなことがないようにしなきゃね、と。中国もさ、ええ。あの、逆に債務の罠じゃないけど、はい。 要するに不良債権をいっぱい抱えてるようなところも、まあ、全部が不良とは言えないけどでもそれを地政学的な意味でやってるっていうそういうところがあってただあのだんだん成長がね、はい、鈍化していくとそ,れそうとばかりもいかなくなってきてるんでそこをね、うん、あのまあ み見てて取ってですね、はい、日本がですね、えー、影響力をですね、徐々にこう、浸潤させていくというのは、はい、とても重要じゃないかと思うけどねうん。まあ、ジャイカだとか、青年海外協力隊だとか、結構こう、地元の人たちと一緒にやることで技術を植え付けていくみたいなところっていうのは、評判が悪くはないんですよね、日本のね。そそうですねれ、うん、れと同時にあのこれからはやっぱりあの 新しい国際秩序っていうのを考えていかなきゃいけないので、はいまあ、いわば国連がウクライナ戦争で、ええ、え機能不全に陥っているということが国連安全保障理事会が機能不全に陥っていると明らかになってきたので、はい、新たな国際秩序を作るか大胆に国連を改革するかという,うそういう時にやっぱりこう参戦票が必要だと。 一人ね、一国一票と考えると、<う>アフリカは巨大な氷田であるぞという話うということですよね、うん、まあそういう,こう長期的な国際戦略というのも、はい、世界戦略というのも相まって、うんうん、私は重要だと、うん、アフリカは重要であると思いますけどね、うん、で他方その、情、ま、勢、あね、の不安定さというものは、スーダンからの、ね、法人の脱出等々でも見て取れるわけですけれども、今回のあのオペレーションについてっていうのは、宮崎さん、どうご覧になりました まあ、現段階ではあのような感じだものだろうというふうに思いますけどね、うんまあ、結構、今までと比べると、派遣の初動等々が早かったかと思います。うん一つののこうあの リーディングケースになるんじゃないかな。<ー>もうちょっと改良の余地はいろいろあると思うけど、を、えー、早かったと思うね。まあ法人だけじゃなくてその家族であるとか、まああの法律改正で、えー、日本人のみならず海外の人も乗せられるようになったっていうのもありますもんね。そうそう。うん。まあその辺が結構この情報共有においては。 うちもちゃんと皆さん運ぶことできますんでというのが言えるか言えないかもだいぶ違うんだという,ような話も聞きますがあもちろんそううでしょうねう、えー、まずはあ岸田総理の、まあ、アフリカ歴訪というニュースでしたでは続いてこちらのニュースです、はい、G7 デジタル・技術相会合が閉幕 人工知能 AI や国境を越えたデータの活用などをテーマに群馬県高崎市で開催されていた G7 デジタル技術相会合は昨日2日間の議論を終え閉幕しました責任ある AI の推進を盛り込んだ共同声明が採択されています、えー、責任 ある AI、あるいは信頼のできる AI ということで、えー、今日は毎日産経2が1面トップ。まあ他の新聞も一面の肩の部分でね、えー、大きく触れていたりもしますが、まあ、あチャット GPT というような言葉が、えー、出てきたりですね、ここのところ話題になっている AI について、まあこれをどうなんでしょう、適切にコントロールをするというような、えー、ことを なのか、まあ、民主主義に資するかどうかというところが一つキーとして議論では上がってきたようですけれどもでもあの直接的にはさ、はい、民主主義云々というよりはさっきも言ったように雇用、はい、労働人間労働に対する影響というのが、はい、多分強いだろうというふうに考えるんですよね。 まあ、この話がね、出てきた当初から、その人間の職が奪われるんじゃないかと、うん。このいくつかの業種がなくなりますよみたいなのが、ね、結構記事とかで出てきて。それこそこう、これだけね、あの音声認識とかも、進化してくると。もはや、アナウンサーなんても、もういらないんじゃないかみたいな。<laughs> 脅威感じます。<laughs> いやいや、ありますよ、ものすごくありますよ。おお、大丈夫か。もう、それこそね、チャット G. P. T. に相談しようかなみたいな、思ったりもするんですが <laughs>。 ねこれね、アメリカと、ね、日本、はい、アメリカ、米日米と、はい、うんお,おそらく中国もここに入ると思うんだけど、はい、EU の立場って違うんだよねあこう技術を伸ばしていこうとするのか、うん、あるいは EU なんかだとやっぱり人権であるとか著作権とかそういうところを結構厳格に取るというあたりですかそう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 ,そういうところで要するにまあ法律で。 EU、はい、って法の帝国と言われる法の帝国異名を持つように国際的な法律でなんとかこう対応していこう規制をしていこうというのとまあ柔軟に対応しましょうよっていう日米うそしておそらくは中国の対応が違っているということ、はい、私は当然あのこれはもっともっとこう高度化させていくべきであるとうーんあの AI 全体をね、はい 私は日本もね、その新しい開発の、ええ、あのー、生成 AI の開発の一つのこう拠点になるべきだというふうに考えますけどね。うーん これねあの、元となって取ってくるデータだとか、その著作権がどうなんだみたいなことがね、ここのところ、お読売が結構お、特集したりだとかっていうことが出てきてますけれども、まあ、やっぱり新技術が出ると、そのリスクみたいなことがね、言われたりします、ね、からこの著作権に対するさ、はいこう、支払いっていうのをどうするかっていうのは、確かに難しい問題なんだよね。んうんうん、はい でそこの部分は、まあまあ、ある程度、ルールを決定する、策定する必要があるかもしれない、場合によっては EU の言ってるように、法律を作って策定する必要があるかもしれないけど、<ー>だからといって、はいえー、全体的にこのき規制する、生成 AI の開発や普及を規制するというのは、私は違うと思う,う。そこまでする必要もないと、まあ、あ,のある程度の事象で。 ちょっっと手当てをするっていうのは必要かもしれないなぜかというと、はい、まあ EU もそうなんだけどさーへーへーどんどん少子高齢化が進んでいってさ、はい、どんどん機械に代替してもらわなきゃいけない領域というのはういっぱい出てきてるわけですよ。はい、しかももともとねそういう人口問題とは関係なく企業としてはこれはあのとてもあの効率化が進んでい進んで。 えー、生産性が伸びていく領域ですから、私はねこれは、歴史的必然性だと、こういうものが展開していくのは。のうん、押しとどめようと思っても、押しとめられないとなれば、うどう活用していくのかとか、そ<う>よく使っていくのかっていう議論という、だから日米の議論というのが正しいというふうに思いますけどね。 ここで番組からのお知らせです。いよいよですね、この番組開始5年ということでありまして、イベントを開催いたします。6月25日日曜日、東京国際フォーラムホール A で開催いたします。飯田浩二の OK 工事アップ激音、有楽賞サミット in 東京国際フォーラム。まあ、この5年間で様々なニュースもありましたけれども、この先、宮崎さん、ね。 6月25日、2ヶ月先だと何起こってるか分かんないですよね。大体したの5年間やらなかったのは、あの、コロナがあったからそうなんですよ。おっしゃる通りでござようやくできると。ようやくできるということで、ま、あえて言えば満を持してやるんです。はい。開催するということなんですけれども、私はね、ずっとこの番組で、はい。あの、いろんな個別的な、こう、問題を話すときに、一つだけこう、視点を、 これはね産業社会というのは世界的にグローバルに大きく変わろうとしているそれに対応して政治経済社会というのは変わっていくんだっていうことをそれを21世紀後半というのの覇者になるためにはこれに対して最も早くその変化をリードしてフォワードルッキングでこの変化の層を見つけて適応していく。 政治体制を作る、産業体制を作るという国が、あの、覇者になるんで。覇者になる、勝者になると。勝者になると。地球を引っ張っていく。そう、というですね、そういうことを申し上げてきたんですが、潜在的には、やっぱアメリカ、中国、日本が、それにこう、 ある意味、有資格な国なんですよ。リングに立つ。ところが、日本は、他の2国と違って、その対応というのが、特に政治部分、分野の対応というのがあんまりできていないとか、分かってんだか分かっていないんだか分からないっていう、そこですね。そこをですね、私は強く。

国際フォーラムでお待ちしております,います続いて教えてニュースキーワードですワシントン宣言アメリカのバイデン大統領と韓国のユン・ソンニョル大統領は先月26日ワシントンで会談を行いました北朝鮮を睨んでアメリカが核を含む戦力で韓国を防衛する拡大抑止の強化を盛り込んだワシントン宣言を採択しております まあ、米韓各協議グループというものを作るんだということと、それから戦略厳選の韓国寄港というようなことが言われておりますはい、えっ、ー、と、えー、この、やっぱこう、うん、同盟関係というか、間接的同盟関係と,、はい、と言ってもいいんだけれど、日本との間は。これはあのー、北朝鮮 まあ言うまでもなく中国の台湾有事、うん、え武力統合に関与を、はい、あるかもしれないというような状況を見据えて重要であるということは、うん、あのずっと言ってきましたし、うんえー、その方向のワシントン宣言だなというふうに思います。はいうんうん まあこれね、一応は宛先、北朝鮮っていうことになってますけど、原戦が韓国に寄港するとなったら、これ、中国、ね、中国で言うてですよねいやそういうことになりますよね、当然、ね、そう、だからこれはね、こういう同盟関係を前提として、台湾有事に対する対応というのは考えていかなきゃいけないわけですよね。で、まああの、防衛費増額、はい、日本の防衛体制っていうものをもっとこう、 拡大して、うんえー、行こうというようなですね、うん、そういうことをまあ岸田政権はやって貿易費の増額という,、はい、こう大枠は決めたんだけれども、うん、<laughs> まあ私はね方向性としては正しいと。方向性としては。ただしそれをこう増税とかですね。はい。えー それで賄うとか、倍増させるというのは果たして妥当なのかというようなところで、細かな部分で疑義を持っているし、例えば、あの、アメリカとのね、関係、ちょっと韓国との関係とはまだこれから始まったばかりで、おそらくは岸田首相が韓国に奉還されて、そういう,というようなことも事務型レベルで詰められる可能性というのもあると思うんですけれども、あの、 差したアメリカとの関係というのを考えるともし台湾が有事になった場合に、はい、あの日本の基地っていうのは日本の米軍基地、はい、あるいは自衛隊の基地というのは最前線になると。思うんですす,、ね、んですよね、はい、でその時の時基地使用に関する 事前協議体制とかっていうのが果たしてできているのかどうか。う私はね、日本がその時に何ができるかっていう意思をはっきりさせない限り、<ー>できないと思うんだよね。そこをね、あの、岸田さんはどう考えているのかっていうのを見せていただきたいですよね。はい、えでは続いてのコーナーは、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ 共同通信内閣支持率46.3%不支持を上回る共同通信が4月29、30日この週末に実施した世論調査で岸田内閣の支持率が46.3%となりまして3月の前回調査から8.5ポイント上昇しましたまた不支持率は35.5%で支持が不支持を上回っております えー、この週末は他にも世論調査が行われておりました、日経テレ東は支持率52%ということで、うん、8か月ぶりの5割台回復だったようであります。うん、まあ、いろいろばらつき合うんだけど、だ、はいたい50%程度の支持率をキープし始めたと言っていいでしょうね。うんはいえー、あのー 統一地方選があって、衆参の補欠選挙もありました。で、この支持率も、まあ、ある程度ちょっとじわっと高くなってきている、いろんなことが噂されてですね,ね,ね。あの、はい、予測した通りでしょいや、そうですよね、みュ、うん、さん。あの、補選もほぼ勝つと。はい。ほぼと。落としても一つ。うん。ひょっとしたら全勝の可能性すらあると。 まああの、和歌山の補正についてはいろいろ私は取材もしたし言いたいこともあるんだけれども、ええ、まああれは<ー>あの基本的に自民党内のですね、はいえー、まあ対選挙状況に対する対応の不手際。<laughs> で、有力な方々がですね、いろいろあってですね、いろいろあって、あんなことになってしまったと、そこをちゃんと、そういう自民党内の内向をですね、内分内向を目ざとく見つけて、ちゃんと候補者を立てた維新の勝ちだと。 まあ、これ、野党第一党がやるべきことなんだよ、これは。ああ、やっぱ、相手の、こう、弱いところにしっかりついていく。そうそう常にそう、そうだから。うん。だっ,マイズルだって、舞鶴だって。舞鶴あの、奈良、はい、奈良県知事選。県知事選もそうだし。はい。今回もそうですよ。確かにね、これを漁夫乗りだ、漁夫乗りだっていうのは簡単ですけど。 でも野党第一党だったらこういうことをやるべきなんだよ。うもう立憲民主党は本当に猛省してほしいと思いますわ。立憲は残念ながらね、取れるぞっていうふうに言われていた千葉でも、千葉でも大分でも、負けてしまったと。はい、まあちょっとさ、もうちょっとなんか候補者考えろよっていう。うーん。 世界戦略、まあ、あの、その直前っていうのはね、えー、総務省文書をめぐってみたいなことやってましたけれども、そこの部分って影響しましたかね、やっぱり。日本はほとんど影響してないと思いますけど。どちらかというと、候補者の選定であるとか。 そう思います。えっと、うん、もちろんね、えーあ、プラスにはなってないって,って、県民主党に対して、プラスにはな、だから、からうん、その、それいいけどさ、やり、うん、やりたいんだったら、うん、そこの追求は、だけじゃなくて、はいええ ええ、あの防衛費や少子化対策にで国民負担を増やすというのはどうなのかというのをちゃんとですね、なんでで、もっと追求しないんだ。ん妥当なのか、その,その,このやり方や資産とかがさっていうのをなんで追求しないの本当は立憲民主党って増税ありだと思ってんじゃないのあ 国民負担を増やすこと賛成なんじゃないのっていうふうに思わしめるところがだめですねうん選挙を前にしてってい、ね、うねだからこそこうね、えー、政権側はどちらかというとぼやかす方向だったしあらゆる選択肢をとか言ってるしものの見事に千葉でも、はいえー、大分でも大分です300票差ぐらいでしょ 逃げ切られてしまった。ということで、私は岸田内閣は、方向性としては正しい方向性を取っているということが評価されて、特に外交においてはね、外交安全保障においてはと思うんだけれども、細部を見てると、もうはっきり言って、ですよだめだめですよ。 でも、そういうところではなかなか選挙は評価されないから、だってさ、例えばほら、ちょっとはぐい話になって、始まり自体は古い話になってるけど、統一教会の解散請求だってさ、解散できない可能性がだんだん高くなってきている、そうじゃないですか。質問権の行使やってるけれどもそうことですよね。はい まあ、それでも私は解散さ,させるべきだというふうに思いますけどね、<laughs> <ん>でそれ以外にも、防衛費だって、防衛費は先ほど述べましたけど、細部がきちんと詰められていない、うとでそこをこうあの明らかにすしない。 ん,なんか,ういうかこう、はい、安全保障に関することは細かいことは言えないとかさ、ええ、そんなことはないんで、ええ、少子化対策だってさ、うん、本当にこんなことでこ効果があるのかっていうのうあのそういう,こう評価システムっていうのはできていないし、えええー、そういうとこを考えるとなんかねぼみあ確かにドーンと看板は。 打ち上げるけれども、あれ、あれってどうだったっけっ、うん。だからさ、あの閣僚がね、はい、岸田政権の閣僚がね。<え>これだけと受け、あの机の上に課題を並べたら、たらただ政権はすごいと。うん、でも、どれも、<ー>もう、もうの、あの十分に実現できそうにない。<laughs> うん、<laughs> ある意味、こう積んどくみたいな感じで。そう,そうそう、それで、で、しかも、これもう、もう、もう、その後に、ここ、あの国民負担額。 はい、国民負担をするさせるっていうんだったらさ、うん、本当に少子化対策が、私は人口政策と何度も言ってますけど、四死、はい、類々でありまして、十分な効果を得たことは、えー、ほとんどない90年代のエンゼルプランから始まってそうそう,そう,うでな、なので、ちゃんとさ、数値目標を上げて、そう、はい、やって掲げるとなり、うん本当に日本の将来にとって、必要な人口という。 生産体制を維持していくためには、で、経済成長を維持していくために必要な、あの、人口とは何人なのか、まず算定して、うん、それに基づいて、あの、あれを立てて、はい、あの、目標値を立てて、ターゲティングして、うん、そこに向かっていくっていうんだったともかく。 いやそこまでいくとあれですよね、本当、経済構造全体の話になってくるから、まさに新しい資本主義じゃないかと、本来であればで。で、そんなこと言うんでなんかさ、あの大衆受けしそうなあの政策を課題としてどんどん掲げていって、えー、実際にやるとなると、尻すぼみになっていくい。 私はか今選挙すすれば勝つと思います<ー>自民党は,民党はだからその方向で解散・総選挙に<ー>あの,の方向に行ってるんだけれども,うんもうここはあの客観的に状況を見た場合のあれですね、はい、これはあくまでもこう賛成とか反対とか関係ありませんでも本当にこの政権に勝たせていいのかっていう思いは今の自民この自民党に岸田自民党に勝たせていいのかっていう これは私のこう、政策論というか、政策屋としてのですね、あの、党員、なんなんであるべきだと、上級語にも出てまいりますね、そうですね。党の部分で言うならば、私はね、現状では勝たせるべきではないというふうに思いますけどね。じゃあ、日本政治のね、じゃあ、この全体の構造として、どういうあるべき姿があるのかというあたりは、 何度も申し上げますが6月25日によろしくお願いいたします。